新しい一日は美しい出会いから始まるの。晴れやかな日差しに明るい少女。早く休んで。崩壊は人が文明を持つようになってからずっとそれに伴い存在していた。成婚を背負う戦士たちのおかげで人は初めて希望を抱くことができた。伝承によれば神話時代から神州の民たちが皇帝として奉った英雄紀賢炎、黄金の剣を担い一人で崩壊の侵食に立ち向かった彼女は、戦の末、自分の命と引き換えに、魔人蚩尤を旧友の中に封印した。その後、聖魂と剣炎剣は行方不明のまま、伝説となった。わあ、ここ綺麗。キアナ、何してる？よそ見するな。少佐、洞窟の中から強烈な崩壊エネルギー反応を検出しました。位置、形状、すべてデータと一致します。ここが旧友である可能性は 34.2% です。よし、入ろう。入り口からは分からなかったけど、中は結構広いね。洞窟内の崩壊エネルギー濃度がすごく高い。ここが旧友のようね。はい、よかったですね、姫子少佐。姫子少佐って、なんか今回の任務、ものすごいやる気ね。いつも定時で帰宅してすぐに酔いつぶれてるのに。この任務に携わってから毎晩遅くまで資料調べてるよね。キアナ、あなたね。あなたたちはまだ任務の最中よね。喧嘩するなら家に帰ってからにしなさい。今日は見逃してあげるわ。では今回の任務を確認するわね。今回の任務はあの洞窟の探索よ。あの洞窟が伝説の旧友の洞窟かどうかを見極めるのが今回の任務。もしあの洞窟が伝説の旧友だった場合、言い伝えにある剣炎剣と聖魂を手に入れてくるのよ。了解。今回はあなたたちのために顧問を用意したよ。顧問？姫子少佐、お久しぶりです。今回の任務はぜひ私にサポートさせてください。不可か、そういうことか。あれ、これはこれは嫌われ者の委員長様じゃない。フカは神州生まれなので、紀賢炎の伝説や神州の文化に詳しいのよ。もし困難に出くわしたら彼女に聞いてね。では健闘を祈る。どうしたの？じっと見つめて何を考えてるの？このステップについてきてね。こっちこっちこっちよ。はっ、せっ、かわってせっ、よ、かずれよ。鈴の音は、せっ、かわはっ、せっ、よ、はっ、せっ、はっ、せっ、よ、えぇ、はっ、せっ。情熱的なのね。かずれよ。はっ、はっ、せっ、かわせっ、せっ、よ、
私の気持ち、ちゃんと受け取ってね。こっちこっち、目をそらさないで。私を見つめて。重装ウサギ 19C、 今は休んでブロー無常ファイヤー、イエーイ。私たち情熱的なのね。せっせっさま、逃がさないのよ。ありがとう。せっせっさま、よせっ、こっちよ。せっさま、私を見つめてね。あれ、華麗な舞踏会にしましょう。そういえばメイ先輩ってこの委員長様のことをどう思う？委員長様？フカさんのこと？そう、あいつよ。フカさんは同期で一番優秀で、若くしてバルキリーテストに合格してるの。しかもすでに A 級バルキリーになってる。私たちは見習うべきよ。でもフカのやつ毎回うるさくて説教してくるんだもん。私が覚えてる限りだと全部キアナちゃんのせいじゃない？確かハイペリオンのメインコンピューターでスビームのゲームをダウンロードした時とか、教室で火鍋してた時とかでしょ。ん？もういいわよ、全部私のせいでいいの。なんだ、短い戦争。その心を痛めるわ。こっちよ。外れよ。飛ぶ。可愛らしいお客さん。私を褒めて。この願いを叶えてくれる。そうよね。華麗な
舞踏会にしましょう。ねえねえブローニャちゃん、今回の姫子ちょっと熱心すぎない？キアナは本当にバカですね。ん？何をいきなり。このことに気づいてないのはおそらくキアナだけです。この報告を見てください。今年度身体検査報告書、村田姫子。これは姫子少佐の身体検査報告書です。彼女の体は崩壊エネルギーの適応性が非常に低いです。それでも人工精魂を体内に移植しました。その結果精魂が彼女の体をずっと蝕んでいます。このままだと。なるほどね。だからテレサさんはずっと人工精魂はモルハの剣、バルキリーにとってそれは武器であり毒薬でもあるって言ってるのか。新しいオリジナルの精魂を探し出し天命組織の人工精魂の研究を進めるのが一番の方法です。そうとなれば私に任せなさい。任務の重要性が分かってきた途端、私の中のカスラナ家の血がたぎってきた。どうしたの？じっと見つめて。あっ、せっ、よえせっ、よこっちこっち。あっ、せっ、せっ、よあっ、せっ、よせっ、境界に上納しなきゃいけない。晴れやかな日差しに明るい少女お似合いでしょ。華麗な舞踏会にしましょう。あれ、なんでこんな場所にネゲントロピーの戦術機構が？もしかしてネゲントロピーも権限権と精魂を探しているの？面白いじゃない。ネゲントロピーは想定外ですね。姫子少佐、安全のためにここは一旦撤退した方が。そうね、悔しいけど一度撤退して体制を整えるしかないわ。姫子、撤退はダメ。このチャンスを逃したらおばさんの病気。病気？あ、そうじゃなくて、姫子、それはオリジナルの精魂だよ。ネゲントロピーに先を越されたら世界が破滅しちゃうよ。そうね、私が甘かったわ。では今から任務を遂行する。でもくれぐれも気をつけるのよ。飛ぶわよ。情熱
を始めましょう。鈴の音、その心を痛めるわ。捕まえた。飛ぶわよ。短い線全部こっちよ。あ、外れよ。星が流れたら願い事をしてね。こんなに近いとあなたは照れちゃうかしら。華麗な舞踏会にしましょう。この巨大な石は門？ふか、どう思う？どうやら人が作った門みたいですね。古代信州の神獣龍が刻まれています。どうやら今回は当たりのようね。ちょっと下がってなさい。こんなもの私の剣で。待ってください、姫子少佐。焦らないで。正しい開け方でないとトラップが発動する可能性があります。門の横に石碑があります。石碑に刻まれた図から見ると。そうか、焦って悪かった。それじゃあ二手に分かれてスイッチを探し出そう。写真を撮ってくれるの？最高の角度で撮ってね。短い戦争で、よえ、情熱的なのね。は、飛ぶわ。華麗な舞踏会にしましょう。ここにも石碑が。字がある。どれどれ。ロミチュートテン。どうしたの？じっと見つめて。何を考えてるの？こっちよ。
鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。第一楽章はっはっはっ情熱的なのね。短い戦争ね。はっせっ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 せっやー、情熱的なのね。せっせっこっちこっち、このステップについてきてね。はっせっ、逃がさないわよ。可愛らしいお客さんね。おい、こっちよ。短い戦争ね。はっせたはっせっやーえありがとう。もっはっせやーはっせっせっ舞踏会のきらめきよ、大地を照らして。華麗な舞踏会にしましょう。ここにも石碑が。このステップについてきてね。はずこっちよ。口だけではわからないようね。我が勇気と信仰のもとに。華麗な舞踏会にしましょう。どうやらここね。フカ、今から石碑の画像を送るわ。了解。ちょっと待ってくださいね。1年前、我が妻は最愛の精鋭長を残し、権限権を持ち、
人で旧友に入り私友を封印した。我は愛する者の亡骸を取り戻した。だがこの海で旧友を探し出すのは至難の業。我は諦めようと考えていた。精鋭はそれでも諦めずに探し、ついにここにたどり着いた。しかしながら精鋭はここで力尽きて息が絶えたのだ。泣ける。実家の空を思い出しちゃった。空？聞いたことのない女の人の名前ね。ブローニャ、シュラバオ、タンチ。誤解よ誤解。空は私が昔飼ってた猫の名前。体は白くて尻尾が金色。今は猫の話で盛り上がってる場合じゃないでしょ。フカ、続きの内容は？この石碑に記されているのはここまでです。最後に精鋭が進むべく道を導いてくれるって書いてあります。よし、じゃあ早速次の石碑を探そうか。どうしたの？じっと見つめて何を考えてるの？ゼックやーっはっはっ情熱的なのね。こっちこっち、捕まえた。星が流れたら願い事をしてね。私を褒めて。この願いを叶えてくれる。そうよね。華麗な舞踏会にしましょう。了解。そこ、こん、よし。じゃあさ、私たちこっちよ。私の番ね。やっ、外れよ。あたーい。はっくっ、焦らないで。短い戦争ね。捕まえた。情熱的なのね。はっせっ、よ、焦らないで。一曲踊る準備はできたかしら。そう、私の気持ちちゃんと受け取ってね。私を褒めて。この願いを叶えてくれる。そうよね。華麗な舞踏会にしましょう。これが最後の石碑だわ。画像が届きました。内容を伝えますね。残念なことに、我がここにたどり着いた時には妻の死からすでに1年が経っていた。我はその亡骸すら見つけられなかった。唯一の形見である権限権も所在が分からず、我ができるのはここに石碑を建て彼女の偉業を語り継がせること。それって全部？はい。でも遺体が消えたってことは、その遺体の精魂も消えているってことよね。くそ、まさかここまで来て無駄足だ。姫子、大丈夫かな。まさか彼女にもこんなにすごい落ち込む時があるなんて。そうだ、あそこの彫像が精鋭彫ってやつでしょ。ちょっと調べてみようよ。彫像？
石碑にも記されていたでしょ。精鋭が導いてくれるって、もしかしたら何か秘密が隠されてるかもしれないよ。短い戦争、情熱的なのね。頭に気をつけて。あなたの前ではちゃんといいところを見せないとね。こっちこっち。あたーい。我が勇気と信仰の音に。邪魔をしないで。エイリューズニルオン。かわいいだろ。はずこっちよ。よドレスを汚さないように。じゃせっせっよ。その心を痛めるわ。焦らないで。彫像だね。この彫像は精巧に作られてるけど、ただの石のように。精鋭が導くか。もしかしてこの精鋭の頭が向いてる方向に何か秘密があるとか。頭が向いてる方向は石壁しかないけど、まさかこの後ろに何かが隠れているの？見てくるわ。特に何もないみたい。やっと私を探しに来たか、汚れた人間ども。え、声。石壁が光ってる。崩壊エネルギー反応上昇。壁が姫子少佐の崩壊エネルギーに反応しています。早く壁から離れて。これは姫子少佐、壁に吸い込まれちゃった。もし崩壊エネルギーを持つ人が触れると吸い込まれるなら、私たちもきっと入れる。早く追いかけなきゃ。はず情熱的なのね。ふふセイ、外れよ。セイク、セイク、セイク。舞踏会で星が流れたら願い事をしてね。この格好は好き？それとも私が好きなの？晴れやかな日差しに明るい少女。お似合いでしょ。華麗な舞踏会にしましょう。壁の裏にこんな広い場所があるなんて。でも姫子少佐は見当たらないわね。探索装置にも反応なし。仕方ない、探してみよう。まあ安心しなよ、あの姫子だよ、きっと大丈夫。そうだキアナ、さっきの壁の文字がちょっと気になる。あれは神州で古くから伝わる邪悪を封印するための呪文なの。ここは一体何のための場所だろう。とにかくまた何かあったらすぐ私に連絡して。了解。どうしたの？じっと見つめて何を考えてるの？その心を焦らないで。逃がさないでよ。捕まえ
的なのね。せっせっよ。星が流れたら願い事をしてね。こんなに近いとあなたは照れちゃうかしら。華麗な舞踏会にしましょう。ああ、もうここの地形ってどうなっているの？ずっと同じ場所をぐるぐる回ってるだけじゃない。ああ、イライラするな。キアナ、落ち着いて。あなたは頭がいいのに、いつもイライラしたりしてるから実力が発揮できないのよ。テストの時も、任務の時も。それって褒めてる？回してる？君たちが回ってるこの1時間、私は送られてきたデータを解析したんだけど、ここの地形は八家に基づいて配置されているはず。八家？古代から伝わる封印の陣よ。やはりこの洞窟の奥に何かがある。私の推測だと、正門は真の意にある、つまりここの東側にあるね。正門って何よ？正門は出口って思ってればいいわ。早く向かって。こっちよ。警戒を怠らない。新装備が手に。邪魔をしないで。この格好は好き？それとも私が好きなの？華麗な舞踏会にしましょう。やっと迷宮から抜け出せた。委員長様、いや、フカってやっぱりすごいね。ありがとう、キアナ。八家って面白いね。あれ、ここもまた迷宮？わかった、
正門は真の意にある。東に向かうのね。待って、動かないで。どうしたの？もう踏んじゃったけど。正門は八家の化粧によって決めているの。今度の迷宮、真の意は指紋だ。飛ぶわよ。セグ、こっちよ。はぁ、エイヤのために。はぁ、邪魔をしないで。しましょう。あれ、ま、正門は八家。情熱的なのね。華麗な舞踏会にしましょう。はあ、やっと逃げ出せた。発見って難しいね。キアナちゃん、あれを見て。あそこに黄金の剣がある。黄金の剣、もしかして剣炎剣。この迷宮は剣炎剣を守るためのものだったのね。でも石碑に刻まれた文字は確か悪を封印するだとか。そんなのどうでもいいでしょ。
姫子がずっと追い求めていた剣だからもらっとけばいいのよ。でも剣が空に触れることすらできないわ。周囲に精鋭の石像を3つ発見しました。ねえ、なんかあの石像たち目がちょっと光ってない？ヒアナちゃん、どういうこと？精鋭が導くって話でしょ。石像を調べましょう。もしかしたら何かからくりがあるのかも。今は調べるしかないわね。心配させちゃって。キアナちゃん、危ない！姫子少佐はあの剣に操られているようです。ブローニャは危険性大と判断します。一級戦闘準備です。
めて、この願いを叶えてくれる。そうよね。華麗な舞踏会にしましょう。一体どうしたの？なんで姫子が私たちを攻撃してくるのよ。知らないわよ。見当もつかないわ。ブローニャの探索によると、姫子少佐のバイタルサインが非常に低下しています。今すぐここから離れて治療するべきです。このままだと半日も持ちません。とりあえず一旦ここから離れよう。姫子の意識回復が優先よ。大変よ、キアナ。テルさん、どうしたの？さっき観測された衛星データによると、あなたたちがいる海域でネゲントロピー部隊の信号が大量に確認されたの。ネゲントロピー部隊？彼らの目的はあなたたちの持つ権限権よ。急いで旧友から離れて、2時間後に増援部隊を連れて到着するから、それまで耐えてね。第一楽章を始めましょう。こっちよ。よっ。こっちこっち。
逃げようったって無駄だ。お前らはすでに囲まれている。僕は今回の指揮を取っているシンマール。さて、僕の時間を無駄にしないうちに権限権を渡してくれるかな。誰がゴミだって、このガキンチョ。待って、キアダちゃん、冷静に。私たち確かに囲まれてるのよ。うん、分かった。で、そこのシンというガキンチョ、権限権を渡せば私たちを見逃してくれるの？見た通り、怪我人がいるの。そんなボロい剣一本より友達の命の方が大切。誰が剣を渡せば見逃すなどと言った？ガキンチョと言ったな。お前らみたいなゴミどもは誰一人見逃さん。聞いた？メイ先輩、こういうやつはやっちゃえばいいんだよ。華麗な舞踏会にしましょう。前方には2つの道、どっちなら逃げ切れるかな。右の通路は冷たい風が吹いています。おそらくこちらが出口です。左の通路からは高温を探知しました。行き止まりだと思います。確かにブローニャちゃんの言い分はわかるけど、でも私は出口が左だと思うな。どうしてですか？どう言えばいいだろうね。かすらなき継承者たる私の直感？キアナの判断には根拠がありません。ババ抜きもいつもキアナの負けです。直感など信じられません。あれは私が真面目になってないだけよ。メイ先輩は私のことを信じてくれるよね。メイ姉様はブローニャを信じているのですよね。メイ姉様、メイ姉様、もう喧嘩しないで。もう少ししっかり調べてみましょう。可愛らしいお客さんね。こっちよ。よっ、はっ、はずれに頭に気をつけて。はっ、はっ、はっ、よっ、あなたの手に。警戒を怠らない。
麗な舞踏会にしましょう。やっと出口だ。結局どっちの道でも同じ出口に繋がってるなんて。さっきの争いは一体何だったのやら。はあ、疲れた。勇敢なる少女よ、封印は解き放たれた。怪物が目覚めようとしている。え、今のは誰の声？私も聞こえた。ブローニャにもです。ん？何それ。まあいっか、とりあえずネゲントロピーたちから逃げよう。第一楽章を始めぜっせっか。情熱的なのね。このステップについてきてね。勝負よ。この格好は好き？それとも私が好きなの？ここはどこ？これで貴様らもうどこにも逃げられないぞ、ゴミども。あ、そうだ、今度はブローニャもうっかり殺しちゃおう。何かの力がこの剣を引っ張ってる。やっと、やっと長い封印から解放された。休んで、夢でまた会いましょう。わあ、今週の任務。今日の任務は全部クリア。月が昇ってきたわ。一緒に星を見に行きましょう。二人でね。晴れやかな日差しに明るい少女。お似合いでしょ。
おはよう。新しい一日は美しい出会いから始まるの。華麗な舞踏会にしましょう。短い戦争に。おめかしした私にドキッとした。情熱的なのね。鈴の音はダンスの楽曲みたいでしょ。はこっちよ。私の番ね。どんなものかしら。もっと食べてみたいわ。出発よ。私と共に戻りましょう。焦らないで。はっせよえはっせっよぜっはずれよ。はっせっ捕まえた。焦らないで。重装。華麗な舞踏会にしましょう。照準装置ファイヤー。えい。私とも情熱的なのね。
まえた。こっちこっち、目をそらさないで。私を見つめてね。華麗な舞踏会にしましょう。飛ぶわよ。短い線はっ、やえこっちよ。たよはっ、やはっ、ウォーミングアップから始めるせっ、やっ、外れよ。あったかい。情熱的なのね。私と共に戻りましょう。こっちよ。焦らないで。こっちこっち、目をそらさないで。私を見つめて。しましょう。口だけではわからないようね。ハッハ、勇気と信仰のもとに。ハッ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 、一気に片付けるわよ。ハッ、栄誉のためにハッハッ。しないわ。華麗な舞踏会にしましょう。舞踏会のエッグ
よっ、はずこっちよ。とはっ、頭に気をつけて。ヴァルキュリ、華麗な舞踏会にしましょう。本気にならないといけないようね。えい、ファイヤー、えい、発射、えい、えい、えい、ファイヤー、えい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 、え
バル。華麗な舞踏会にしましょう。短い戦争ね。セッ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 セこのステップについてきてね。情熱、私の気持ちちゃんと受け取ってね。ちゃんとリズムに乗ってね。この格好は好き？それとも私が好きなの？華麗な舞踏会にしましょう。ゼッツ、可愛らしいお茶を。え？ハッツ、ヤー。ゼッツ、情熱的なのね。ハッツ、ヤー。え？ゼッツ、ヤー。ハッツ、タロ。ハッツ、タズレよ。ハッツ、ヤー。え？ゼッツ、タロ。ハッツ、ヤー。こっちよ。ハッツ。ゼッツ、よー、焦らないで。捕まえた。私の気持ち、ちゃんと受け取ってね。起きて。これは夢じゃないわよ。しましょう。第一楽章を始めましょう。はっ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 。我が勇気と信仰のもとに。よこっちよ。はっえはっよぜっぜっ外れよ。はっぜっぜっ外れよ。はっぜっリズムに乗って。
華麗な舞踏会にしましょう。このステップについてきてね。はっ、やっ、え情熱的なのね。はっ、せ、外れよ、捕まえた。え、その心を糸かせらないで。捕まえた。はっ、一曲踊る準備はできたかしら。焦らないで。ねえ、この後の時間も私に任せてね。私に会いたくてわざわざ早起きしたの？嬉しいわ。